こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、テレビくん9月号です。はい、かなりアップになっておりますが、なぜかと言いますと、ちょっとね、もうここに先端が見えてますが、次の仮面ライダーがね、大々的にネタバレされているので、ちょっとネタバレが嫌だという方は、今回ね、ご視聴控えていただきたいと思います。もう表紙からね、もう載ってますんで、この次のライダーとその2号ライダーも載ってますんで、名前さえ載ってますんでね、ちょっとそのネタバレが嫌だという方は、今すぐこの動画を見るのをやめてください。はい、では、全部を映します。せーの、はい。こちらが、テレビくん9月号の表紙となるんですが、もう名前書いちゃってますね。仮面ライダージオー、これがジオーで、こっちにいるのが2号ライダーの仮面ライダーゲイツというらしいです。ジオーの方はもうビジュアルが公開されてたんで、あのね、毎年恒例のね、賛否両論が飛び交ってますけども、このカタカナでね、ライダーと書いてありますね。で、こちらのゲイツの方は、ひらがなでライダーと書いてあります。すごいですね。この、よくここまで形を整えたなって感じなんですけど。はい。でね、本紙を開くと、もうその、前半、何ページかぐらい、もうずっとジオーの関連のね、ことが載ってまして、で、こっちで、ビルドのね、情報が載ってたりするんですけども、もうこの辺全部ジオーネタバレがあるんで、ちょっとこれはね、見せられないなと。はい。で、ビルドの情報としてはね、テレビくんハイパーバトル DVD 仮面ライダービルド第2弾制作決定と。これ楽しみですね。まあ、エグゼイの時も多分2作ぐらいやってたと思うんですけど、番組が終わってから多分、これね、届くと思うんですけども。なので、これはね、まあ、順当にいってるなという感じですね。はい、これも楽しみですね。で、ガンバライジングに、このね、情報が、まあ、段が変わるんですよね。9月から、このジオーのカードとかも入ってくると。で、ライドウォッチ、このね、ジオーが使うアイテムのライドウォッチも、多分 QR コードですね。で、使えると。はい、そして、ルパレンパトレンの情報が載っていたり、そしてこれですね。これはどうしようかなという感じなんですけどね。6500円。手紙がついて6500円。うん、微妙ですね、これは。見たいなっていうのは本当ありますけども。ちょっとこれはかなり考えてから応募したいと思います。はい、そして、まあ、新商品の情報とか、ゲームとかね、たくさんありまして、はい、そして今月の付録がこちらですね。スーパー戦隊フルボトル。これです。で、振るとカチャカチャ、なるよと。まあ、付録だと大体中身空っぽのね、テレビフルボトルとかありましたけども、今回はこの中身がカチャカチャ振れる仕様になっているということみたいですね。ではちょっとね、開封していきたいと思います。このスーパー戦隊フルボトルに、ベストマッチするものがですね、こちらですね、仮面ライダーフルボトル。これが8月4日発売のスーパーテレビくんのジオー&ビルド夏実験というこちらのスーパーテレビくんに付録でついてきますね。1400円。で、これと合わせてビルドドライバーにセットすると、ベストマッチ。日朝最高スーパーヒーロータイムイエーイとなると書いてあります。はい。なのでね、まだベストマッチにはできないんですけども、今回僕はやってしまいます。まあ、以前の動画でやったと思うんですけども、このフルボトルの裏の認識ピンをね、作って、こちらのね、仮面ライダーフルボトルとも認識ピンの方を両方作って、もう鳴らしてしまったと思うんですね。なのでまあ、もうネタバレ
まあ、他の方もね、やってる方はいると思うんですけども。なので、このね、いろいろ作った中に、仮面ライダーとスーパー戦隊というのがあると思うので、それをちょっと出してみますね。あ、ありました、ありました。はい。それはスーパー戦隊で仮面ライダー。これとこれを合わせると、スーパーヒーロータイムにベストマッチすると。まあ、フォームはわからないんですけども。まあ、音声だけはね、ミルドドライバーに収録されているのでね、鳴らすことができます。前はね、このスーパー戦隊の方を、前はね、これで鳴らしたんですけども、今回はこの付録のこちらのスーパー戦隊フルボトルとこの仮面ライダーフルボトルの認識ピン、これを使って鳴らしていきたいと思います。はい、では開封していきます。ん？これはなんか半分しかこれ入ってないですけども、あ、ちょっと待ってください。これ半分でいいみたいですね。このここに書いてますけどこの中身パーツ、これが中身パーツらしいです。半分の、これを振るとカチャカチャ鳴るっていうのはそのカチャカチャなんですね。あのただ中に入ってるからカチャカチャ鳴るということで、別にこれじゃなくてもいいというね。あ、なるほどね、そういうカチャカチャね。わかりました。なんかすごいですね。強引にやってきましたね。あのカチャカチャじゃないんですね。普通にこれに入ってるこういう、この液体パーツじゃなくて中身パーツなんですね。まあまあいいでしょう。まあどうにでもなりますしね。はい、では。これをね、あれ、なんか2つシールが2枚入ってますけど、これは間違えて2枚入れちゃったのかな。はい、では、説明書ちょっと見てみましょう。箱の側面にも書いてましたけどね。まあ、やっぱりこれあれですね、やっぱりこれ中身はこの半分のこれを入れて、これを入れて、どっちだ、こっち側、このようにしてかぶせると。この蓋を入れます。で、かぶせます。そしてパチッと止めます。あれ、ガチャガチャならない。参ったな。ちょっと開けますね。難しいですね。なんでこういう形にしたのかわかんないですけどこれがスムーズにね、カチャカチャいかないと意味がないんでね。あ、行きました。なんかものすごい軽い感じのカチャカチャですけど。はい、ではシールを貼って、はい、これで完成。スーパー戦隊フルボトル、ここにね、ルパンレッドと怪盗 V エンブレム、そしてパトレー1号で警察 S エンブレム、
これはね、これスーパー戦隊、はい、カタカタもできるこれ、こちら全然違いますねまあいいでしょう、これは、まあ、てっきりね、この液体パーツがね、丸ごと入ってるのかなと思ったんですけど、半分のものでしたね。はい、では、音声確認してみたいと思います。あ、すいません、あのこれね、仮面ライダーの認識ピンなんですけど、これ代用できますね、あのライダーエボルボトル、ちょっと持ってきます。はい、こちらですね、ライダーシステムのエボルボトルで、このね、仮面ライダーの認識ピン同じなんで、はい、ではこれでちょっとやってみたいと思います。はい、ということでね、日朝最高スーパーヒーロータイム、このようになりますね。まあ実際はね、この仮面ライダーのフルボトルが8月4日に発売されますのでね、そちらを入れるとちゃんとね、この赤とこちらがね、多分青でなると思いますんでね、実際はそれでやるというものですね。このフルボトルはね、このいろいろと認識ピン同じなものがね、あったりするんで、まあ、今回このね、ライダーシステムが仮面ライダーのボトルだということがね、わかりましたんで、エボルドライバー買った方はね、これついてますんでね、それでやっていただきたいと。8月4日に出るスーパーテレビくんを買わなくても、これでできるよということになりますね。
はい、ということで今回はテレビくん9月号の付録スーパー戦隊フルボトルをご紹介しました。はい、久々のねこのフルボトルの付録でしたがあの素材としてはねあのテレビフルボトルの時と同じなんですけどね、このちょっとパールがかった色の、まあ今回は赤ですけどね、前は白でしたけども今回は赤でね、で素材としては同じテレビフルボトルと同じなんでね、まあその中身のあの半分のね液体パーツが加わってこのようにねカチャカチャ鳴るようになったということだけがちょっとね進歩したところかなと思いますけども、まあオリジナルの音声があったんでね、まあ、ベストマッチの音声としてはこれが最後だと思うんですけどもね。はい、まあ、このライダーエボルボトル持ってる方はねこれでベストマッチができるんで、8月4日発売のスーパーテレビくんは買わなくても済むと思うんですけども、まあ、僕はちょっと揃えてみたいなっていうのがあったんで予約はしましたね。そちらが、発売されたらまたこれをね引っ張り出してきてやると思いますんで、まあ、それまではねこちらで遊んでみたいなと思います。はい、まあ次のライダーのこともね気になりますけども、今回はねこちらのビルドのフルボトルがね付録だったんでいち早く鳴らしてみました。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。ツイッターもやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。